骨軟骨種、大腿骨下胆骨軟骨種、大腿骨下胆骨軟骨種は、軟骨性外骨種ある和単に、外骨種ともいい、原発消骨腫種用のうちで、最も発生頻度の高い良性の種用である。骨軟骨種が生じると、骨外へ広がり、様々な形状の骨状腫瘤を形成する。性別では、男性の方が、やや多く、年齢では10歳代に最も多く見られる。 単発性と多発性とに分けられ、単発例が約70%、多発例は約30%の割合で発生する。単発例の後発部位は、頸骨筋移骨簡単で、他に、大腿骨、上腕骨、手指の手骨、肩甲骨などにも生じる。多発例においては遺伝性、家族性として起こることがある。骨性の硬い主流、頭痛。 関節の可動性制限などが現れる。多発例では、四肢の変形、短縮などを生じることがある。爪の下に発症する爪子も、骸骨種では爪の変形を伴う。X 線像では正常骨の骨皮質と連続して骨外へ合流する主要因影が確認でき、その形状には球状、キノコ状、大地状、サンゴ状など様々なものがある。 腫瘍と骨髄もまた連続をなしている。病理組織学的には主流の頂上部に軟骨棒と呼ばれる軟骨組織を持つようになる。この軟骨組織は骨端軟骨と類似したものであり、その仮想において軟骨内骨化、骨形成、骨髄形成が認められる。多発性の骨軟骨種では症例の10%程度に 悪性の軟骨肉腫への移行が見られるため、注意を要する。痛みや運動機能障害などの支障がある場合は、症状のある部位に切除術を施す。南山道医学大辞典南山道2006年3月10日、発行 ISBN 978から4から525010294。ありがとうございます。